幸せだなっていうエネルギーが幸運をもっと呼び寄せてくれますから。さあ、みんなで開運するよ。願いが叶っていくのりこちゃんねる始まります。さて、きっとね、誰でも幸運体質になりたいなと思ってると思うんですよ。今日はこれをすると幸運を呼び込むよという行動を5つお伝えしたいと思います。まずね、1つ目。それは朝日を浴びることなんです。そんな簡単なことって思うかもしれないんですけど、これかなり大切なんですよ。朝起きてね、まず、太陽に当たるとね、副交感神経から交感神経に切り替わるんですね。これによってその日一日のスイッチが入るんですよ。朝起きてからね、シャキッと目が覚めて動き出すまでの時間、実は私たちって寝てる間に宇宙とか降りてきたメッセージとかね、潜在意識から湧いてきた情報をダウンロードしてるんです。で、ダウンロードしながら太陽に当たると、だんだん潜在意識っていうね、頭、脳がどんどんね、冷めていくのと同時に、メッセージや情報がこの潜在意識に刻み込まれていくんですよ。で、そのメッセージや情報を直感やインスピレーションという形でね、思い出してるんですよね。だから朝に太陽を浴びると必要な情報やメッセージをちゃんと自分の潜在意識にストンと落とすことができるんですね。で、朝日を浴びるのは簡単にできますよね。だから明日の朝から起きたらまずカーテンを開けて、できれば東の方向のね、窓を開けて、なかったらちょっとね、ちょっと近くのすぐそばのね、外に出てみるのもいいと思います。朝日に当たりましょう。そして、眉間にある第3の目に、ここ第6チャクラって言われてるところですけれども、このね、第3の目に朝日がガーッと当たるのをイメージしながら、深呼吸してみてくださいね。もし曇っていたりね、雨の日でも雲に隠れてるだけで朝日の効果には変わりはないですから。だからぜひ試してみてね、朝から運気を上げる準備をしましょう。そして幸運を呼び込む2つ目の行動。それは運動です。もうこれはね、字のごとくですよね。幸運を呼び込みたかったら、そう、自分から運を動かすことなんですよ。それには体を動かすのが早いんですよね。なぜかというと、運ってエネルギーなんですよね。で、目には見えないエネルギー、波動とも言いますね。で、この運動をすると体の代謝が上がってエネルギー代謝が起きます。要はエネルギーが動いてね、上がるんですね。そうすると高いエネルギー、つまり幸運が巡ってくるようになるんです。で、もしちょっと運気が停滞してるなーとかね、なんか最近良くないことが続くなーと思ったら、体を思いっきり動かしてエネルギーを上げましょう。で、運動と聞くとね、逆に気分が下がるという人はね、例えばエスカレーターじゃなくて、ちょっと階段を使うとか、少し早足でね、散歩するだけでも OK です。実際私もね、運動嫌いだったんですよ。もう本当にね、運動したくない。特に走るなんて嫌いみたいな感じだったんですね。今は毎週筋トレに行ってたりとかするんですけど、やっぱりね、無理やりにでもいいから、もうやらされてでもいいから、運動するとやっぱりその日気分が全然違うんですよ。ちょっとしたことでいいんです。なんていうのかな、お散歩でもいいんですけど、太陽のね、日を浴びながら散歩をすると、ダブルで幸運を呼び込めますよね。で、それも苦手っていう方は、私は何をしたらいいかっていうと、ウィンドウショッピングなんですよ。買い物に行くのが本当にいいです。買い物でずーっと歩くと結構歩けるんですよね。なので、そういうウィンドウショッピングもいいし、あと私はもう無理やりやってるのが、やっぱり神社に行くとすっごく歩くんですよ。なのでそうやって、運を動かすっていうのもすっごくいいと思います。そして幸運を呼び込む3つ目の行動。それは毎晩湯船に浸かるです。幸運を呼び寄せるにはね、運が入ってこれるだけのスペースが必要なんですね。プラス邪気とかネガティブなエネルギーがあると、幸運はこの人には近寄りたくないわーっと逃げていってしまうんです。じゃあ運のスペースを作ってね、邪気を払うにはどうしたらいいか。その簡単な方法が湯船に浸かることなんですよ。で、この時ね、バスソルトを入れたりだとか、日本酒をちょっと入れると、より邪気払いの効果がアップするので、おすすめです。よくね、お塩とかね、日本酒どのくらい入れたらいいですかって聞かれることもあるんですけれども、これはですね、私お塩はね、一握りって思って入れてます。で、ちょっと本当にネガティブがすごくてね、ちょっと邪気があってすごい思いがあるときは多めに入れます。これも自分の気持ちでいいと思います。で、日本酒は1カップを入れる。もしくは1カップ以上入れるっていう感じでね、やっていただくといいと思うんですけれども、だんだんね、自分のね、このくらいがいいなっていうのは分かってくると思います。やってると。そして、朝、湯船に浸かるのが好きという方もいると思うんですけれども、できたら夜、湯船に浸かってほしいんです。というのもね、私たちって、朝から夜まで一日の間にいろんなエネルギーを受けてるんですよ。本当に。もういろんな人ね。外出してたらすれ違う人の数だけのエネルギーに触れたことになっちゃうし、場所のエネルギーを受けることだってあります。もうこれはすごくありますね。で、もし一日中家にいて外に出てないなら、ネガティブなエネルギーは受けてないわーと思ってても、私たちは情報からもエネルギーを受けてるんですよ。で、私たちの今のね、現代っていうのは、この情報エネルギーが実は危険だったりするんですね。何気なく見ている SNS とかね、テレビから大量の情報エネルギーを受け取ってるんですよ。しかもその内容は不安とか心配、怒りのエネルギーでいっぱいなんです。たとえ集中して見ていなくても、潜在意識にはバッチリその情報が刻み込まれてしまうんですよね。だから、そういうエネルギーも含めて、その日に受けたエネルギーをきれいにして、余計なネガティブなエネルギーや邪気はね、払い落として新しい幸運が入ってこれるスペースを用意することが大事なんですよ。なので、一日の活動を得たら、湯船に浸かって、その日に受けたエネルギーをきれいに流してくださいね。そして、幸運を呼び込む4つ目の行動。アクションね。それは、旬のものを食べること。で、このチャンネルでもね、開運日をお伝えするときに、旬の開運フードをご紹介してますけれども、やっぱり旬の食べ物って幸運に直結してるんです。なぜかというとね、旬の食べ物ということは、過去でも未来でもなく、今取れた食べ物なんですよね。なので、今の新鮮なエネルギーを取り入れられるんですよ。で、幸運になるには、過去でも未来でもなく、今に意識を集中させることが鍵なんです。で、いくら未来の幸せを願ったって、今幸せだと感じられなかったら、永遠とその願いが続くだけで幸せにはなれないんですよね。やっぱり幸せって感じることが、未来もより幸せになっていくっていうね、延長になっていくので、今幸せを感じることってすごく大事になってきます。だから今に集中させてくれる旬の食べ物をいただくようにしましょう。で、美味しいものを食べてるとね、それだけでも幸せですよね。その幸せだなっていうエネルギーが幸運をもっと呼び寄せてくれますから、美味しくいただいてくださいね。そして幸運を呼び込む5つ目のアクション。それは断捨離です。幸運を呼び込みたいなら、新しい運気が入ってこれるスペースを作ることが、まず大切なんですね。それには断捨離が一番早いです。もういらないな、着ないかなというものや服を、いつまでも持ってると古いエネルギーにしがみついてることになっちゃいます。それじゃあね、新しいエネルギーが入ってこれないし、もう両手いっぱいなわけですから、新しい素敵なエネルギーがやってきても、掴むことができないんですよね。だから常にいらないものは思い切って処分するようにしましょう。これは幸運アップの鉄則ですね。今日は幸運を呼び込む。幸運体質になるための5つのアクションをお伝えしましたけれども、これってどれも日常で簡単に実行できるアクションなんですよね。こういうちょっとしたね、行動が幸運体質になっていくので、ぜひやってみてね。で、この中でしっかりやってるよ。これはまだやってない。これやりたいっていうのがあったら、ぜひまたコメント欄で教えてね。待ってます。それではみんなで最高のハッピーを手に入れようね。じゃあね。